こんにちは、チョメです。では南プチャラオ村に行ってみようかな、今度は。はい、前回まではあの渓谷とか行ってたね。よし、こっちの方やな。長いのかな。またちょっと移動パートになりますね。おお、すごいね。ちょっと遺跡っぽいぞ。この辺ちょっと危ない危ない狭いよ。この辺とかちょっとないかな。お、なんかヤシの実か、雨露の糸か。スタートボタンを押したらこうやって見れるからね。なるほど。あ、ここに村があると。あ、動物もあると。なんか多分動物行くんだろうな。こっち見てみていい？何があるかっていうの。実況外で見るか。こっち実況外で見よう。よしよし、まずはちゃんと村に行こう。到着。なんかこんなに山の中なのか。山に囲まれてる感じかな。あ、お城だ。古風な感じだ。しかも夜に来たからなんかこういう音楽なのかな。ドラクエ6のお祭りじゃないか。最初にね、手に入れて。なんか不思議な町だな。プチャラオ村。和風といえば和風か。みんなどこ行ってんだろう。おい、こんなところでぼさっとすんな、邪魔だぜ、どけどけ。すごい偉そうやな。避けていけばいいのに。これリアルで言ったら殺す。あの、あ、着替えさしたらベロニカとセーニャが服着てる。この村の創造しさは相変わらずで、ね、3DS でも反映されるんだね。この村は古代の遺跡があることで有名でな、以前わしらはウルノーガの情報を求めてこの村にも立ち寄ったんじゃよ。プアチャット遺跡の神秘、壁画にて微笑む妖艶なる美女が世を見た者に幸福をもたらす。多分動物行くんだろうな。だってよ、うさんくせえな。じいさん、こんなところで何か分かったのか。ほほ、確かにの。お主が言うようにその時は何の手がかりも得られんかった。じゃがあの時とは状況も違うからの。今回はチョメもおるし、改めて遺跡を調べれば何か収穫が得られるかもしれんぞ。確か遺跡はまっすぐ道なりに進んで奥の丘を越えた先にあったはずよ。手分けして情報を集めつつ行ってみましょう。だからピンクの人にちょっと話しかけてみようかね。ちょっと探索パートやっとくね、裏で。行きましょうね。マルティナに話しかけたらね、階段登った先にある高台を降りた場所にあるっていうからね、向かっていきましょう。こんな感じのね、街並みです。で、途中ね、これ困ってる人がおるので、ちょっと話しかけてみようかな。わしは提灯が大好きなんじゃ。なるほど。長いこと使い続けてきたせいか、ボロボロになったか。ふんふんふん、なるほど。キラーアンブレラという魔物が持っている。あ、だからそういうのモンスターを倒すってことか。じゃあこれも裏でやっとくね。銀鉱石はもらえる。あ、メダチャット地方の南に雨の時だけ現れる。なるほど。雨の時だけ現れるね。じゃあ先行こう。メインストーリーやります。お、ローさんもおる。ローさんピンクに光ってないから行こう。この上だね。もう実況はサクサクやります。お、なんかいいね。鳥居の階段みたいな感じ？わ、すっごい急だね、この階段。あ、なんか泣いてる人がおる。シルビアがなんか。パパ、ママ、グス。あら、チョメちゃん。ちょうどいいところに来たわ。この子ったら迷子みたいなのよ。ほら、泣かないの。大丈夫。私たちがついてるわ。ね。だからお名前を教えてちょうだい。なんかマリベルに似とるな、髪型が。メル。私メルっていうの。ここにはパパとママと一緒に何日もかけてきたの。でも、壁画のご利益でお金持ちになるんだって、そう言ってパパもママもどこかに行っちゃったの、グス。ねえ、お兄ちゃん、お願い、メルのパパとママを。大丈夫よ、安心しなさい。私たちがあなたのパパとママを探してきてあげるわ。私は村の方を探すから遺跡の方を見てくれないかしら。嫌だよ。
あ、強制的だ。家のループはなかった。あ、ループだった。さすがチョメちゃん。じゃあ遺跡の方はよろしくね。私も村の方を探したら後で追うから。シルビアパーティーに入れてるんだけど。まあしょうがないね。行きましょうか。おー、結構長いな。じゃ、ちょっとこれ見る皆さん。この階段を降りていく姿。移動はね、カットしてもええんだけどさ、どうやってそこまで行ったかっていうのが分かんなくなっちゃうからね、迷ってます。到着。お、いいね。もうまっすぐ向かいましょうか。あ、なんかいろいろあるけど素材が。じゃ、ちょっと入っていきますね。はい、中に入りました。なんだこれ。普通に扉があるだけじゃないか。お、いっぱいおる。壁画だ。よう、お前も来たのか。このでかいのは噂の壁画だとよ。吸い込まれるんかな、この中に。絵の中に吸い込まれる？わ、美しい。確かにこいつはなかなかの迫力だ。でもってそこで笑っている彼女が俺らに幸福をくださる美女ってわけだ。何？なんか見つけた？ところどころ傷もあるけど思ったより綺麗な絵ね。なんか、どうなるんだろう。あれって何でしょう？鍵のように見えますけど、なんだかとても不思議な感じ。もしかして、あれ魔法の鍵じゃない？魔法の鍵欲しいな。結構開けれん扉があるからね。おいおい、ベロニカ、派手に腹なんか鳴らして、お前そんなに腹ペコなのか？まあ、お子様は食べるのが仕事だからな。そんな腹の匂い、音じゃないだろ。私じゃないわよ、失礼ね。ふん、あんたこそさっきから何はヒーカーの美女なんかに見とれちゃってさ。怖っ。光り出したぞ。これ、オーブか。みんな来たぞ。え？もしかして。おう、これが夢にまで見た幸福を与えてくれる壁画の美女。これで、このブブーカ様も大金持ちに。みんな金のこと考えるな。おい、なんだあんたら、俺たちが見てたってのに。お前たちこそなんだ、さっきから壁画を見てたくせに、壁画のご利益はみんなのものだぞ。そうですとも、独占なんてずるいですぞ。そうよ、今度は私たちが幸せになる番よ。チョメ様、一旦この場からは離れた方が良さそうですわ。神様って大変だな。壁画の神様。何も努力せんで幸せになろうとしてる。うふう、この子の壁画の人気、甘く見てたわ。ん？どうしたチョメ？何か言いたそうだな。両親とはぐれた女の子を見つけて、その親を探しているだって。あ、そうだったわ。忘れてた。そいつは大変だ。みんなで手分けして探してやらないとな。チョメちゃん。あ、見つかった？ダメ。こっちは収穫なし。チョメちゃんの方は？なんかみんな出てこんくなって、壁画の中に吸い込まれてるんじゃない？彼女のご両親、どこかに行っちゃったのかしら。メルちゃんも一人で心細いだろうし、もう一度彼女に会ってみましょう。また戻るんか、あの道を。広場に戻ったら、イベントが始まりました。誰か呼んでる？あ、宿屋さっき入れなかったんだよね。おやおや、あなたは旅の人だよね。遠路はるばるようこそ。村には観光で、やっぱり遺跡の引きかがお目当てかい？客引きか。ありゃ、これは失礼。私はこの村で商人やってる、ポンサックと申します。どうです？観光の記念品から村の特産品までお土産買うならぜひうちで、お値段も勉強させてもらいますよ。武器が欲しいな。やっぱベロギか赤が似合うな。ダメ。みんなで探したけど、メルちゃん見つからないのよ。あの子どこに行っちゃったのかしら？おや、もしや、この村で人を探してる。いやー、ちょうどよかった。あなた方は実に運がいい。あなたは何かご存知なのですか？
ええ、知ってますとも、うちの嫁がね。あいつはこの先で宿屋をやってましてね、職業柄か耳が早いのなんの、人の出入りなら何でも知ってる。あの宿に泊まれば迷子だろうが思い人だろうがすぐに見つかりますよ。しかもふかふかのベッドまでついてくる。今後もごひいきにしてくださるなら、初回に限ってなんと宿泊料をただに。これはもう泊まるしかないですよね。じゃあ泊まりましょうか。あ、家にしてればよかった一回。はい、決まり。うちの嫁には伝えておきますので、いつでも好きな時にいらしてくださいな。じゃあもう行こう、すぐ。あのお金も預けたいんですよね、7000ゴールド。じゃあ入ります。頼もう。あ、ここだね。まあ話しかけるか。あ、さては、また主人の仕業ね。あの人ったらお客を呼ぶためにすぐ適当なことを言うんですよ。ごめんなさい。奥さん正直者だった。空き部屋がある。じゃあ寝ましょうかね。はい、かしこまりました。ではお部屋にご案内します。ごゆるりとおくつろぎください。空き部屋だったのに吠えれなかったけどな、さっきは。おはようございます。昨晩はぐっすりとお休みでしたね。では行ってらっしゃいませ。そういえば、うちに泊まっているブブーカさんという方が昨日から戻ってこないんですよ。随分遺跡の壁画にご修…ああ、なるほどね。じゃあちょっともう一回戻ってみるか。あ、プアチャット遺跡へっていうところ、出会ったところに行ったらムービーが始まりました。あ、いた。どうした。え、何、気になるんだけど。じゃあちょっと追いかけてみよっか。中に入りました。あれ、どこに行ったんだろう。あら、誰もいないじゃない。さっきメルちゃんこっちの方に歩いてこなかった。確かに変だな。あの迷子はどこに行ったんだ。ねえ、ちょっとあれ見て。昨日の人たちがもしかして壁画の中に入ってる。壁画の絵、前に見た時と少し違いませんか。崇める人が増えてるってことか。あ、左の荒くれマスクとか、まあいたっけ。これ昨日の人たちもしかして。あ、怖っ。上に増えてる。なあ、変なこと言うようだが、ここに描かれてる奴ら、なんとなく昨日の連中に似てないか。ほら、俺らと共めたブブーガって野郎だよ。確か昨日から宿にも戻ってないって宿の女将が言ってたよな。なんかこれトラウマになるわ。大丈夫、子供。怖いよ、本当に。普通にホラーだよこれ。なんだか嫌な予感がするわ。早くここから出ましょう。ボス戦か。お金は預けてるけど。いかん、様子がおかしいぞ。見て、壁画が。どんなボスなんだろう、想像ができんな。な、ギャー、吸い込まれる。壁画の世界に入っちゃった。わあ、この空間で戦うのか。なんだこの奇妙な場所は。夢の中ってわけでもないよな。本当おかしな感じがしますね。まるで絵の中に入ってしまったよう。おいおい、マジか。ねえ、もしかしてメルちゃんもこの場所に連れてこられてるんじゃないかしら。どの道いつまでもここにいても仕方ないし、探してみましょう、チョメちゃん。じゃあ探してみましょう。セーブする場所あるかな。あ、壁画の世界だね。ちょっとキャンプとかなさそうだな。あ、リビングデッドがおる。
ちょっとセーブしたいな。まあちょっとまあちゃちゃっと行きましょうか、ちゃちゃっと。お、あ、みんないる。結構長く実況してた。いや、みんないるじゃない。壁画の女王様だ。なんかこれドラクエ10でもあったな、こういうの。あそこにいるのは例のブブーカってやつじゃないか？おい、あんた、そんなところで何してんだ？心ここにあらずって感じか？皆さんはここに集まって何を？それにこの女性の絵、遺跡の壁画にも描かれていましたか？どなたなのでしょう？でかいな。何、ベロニカ。どこの誰かは知らないけど、ちょっと自己主張激しすぎない？カカカ、この美しさが分からぬとは子供とはいえ愚かよの。ボスが気になる。どんな感じのボスが出てくるんだろう。カカ、どこを見ておる。こちらじゃ愚か者どもよ。おい、みんな見ろ。マジか。え、絵がこの絵と戦うの。動きました。ヒーフービーフー、7色か。カカカ、汚い色ばかりで空いていたところだ。歓迎するぞ、ようこそ若世界へ。特に手にあざがある。お前は他のものとは違うな。カカ、なかなか良い色になりそうだ。先だって我らに魅了された者ども同様、残らず吸収し、わらわの美を支える一部としてくれよう。あ、なんか魅了とかありそうやな。お前が吸収だと？おい、そりゃどういうことだ？どのような色になるか楽しみにしているぞ。カカカ、カッカッカ。先に進む感じか、これ。あ、恋ってことか。わ、みんな言ってる。女の子も魅了されてる。ああ、いけません。皆さん、待ってください。ああ、行っちゃった。危険な匂いがプンプンするわ。早くメルちゃんを見つけて、ここから出た方が良さそうね。こんにちは、チョメです。では、行きますね。はい、壁画の世界。なんか、ドラクエ7の、なんか、なんて言うんだろう、砂時計で巻き戻されるダンジョンに、いや、似てないね。全然似てなかった。雰囲気だけだったわ。下、3DS ってさ、下にさ、マップが出るからさ、わかりやすくてすごくいいわ。プレイステーション4とかはどうなんだろうね。ゴーレムとリビングデッドが出る感じか。左の法則で、お、なんか始まったぞ。あ、茨だ。通れないよーって言って、あ、茨っていうことはこれ、あれじゃない、ローズバトラーじゃね？ここのボス。なんかそんな気がしてきた。植物系っぽいな、なんか。これは一体何を？何でしょう？とても嫌な感じがします。さあ、予想は当たってるのでしょうか？茨ドラゴンかな、それか。なんなのこいつ。初めて見るな。異空間かこれ。うわー、食べられちゃう。まあ植物っていうのは当たってたけど、なんていう名前だろうこれ。あ、これあれじゃ。なるほど。ち、気をつけろ、こっちにも来るぞ。わかったわこれ。ぬー、もしやこやつらの餌とするためにあの者たちやわしらをこの世界に引きずり込んだというのか。ライバルズでピサロのやつだわ。くっちょべ。なんかランダムにね、3回なんかマイナスにマイナスにするやつじゃねこれ。ここで役に立つのか。なんかプチタークで呼ぶやつだよ。おいちょめ、あっちだ。ライバルズやってない人わからんと思うけど、なんて名前やったかなあれ。多分それだと思う。え、こっちの方なの？こっちじゃないの？あ、先ほどまでいた場所では茨の、あ、なるほどね。一方通行になっちゃったわけか。じゃあこっち行くか。
敵の名前が思い出せませんね。あれ、これ宝箱とか取り忘れてるけど大丈夫かな。ないかしらこれ。ここだけ壊れてるみたいだけど。なんか大事なこと書いてる。どうやらこの壁画を発見した人が残したもののようですわ。私が偶然にも村のそばで発見した、数百年前に滅亡した古代プワチャット王国の不思議な壁画。これで人も集まり村も栄えるはずだった。しかしそれは大きな過ちだった。壁画は邪悪に呪われていたのだ。壁画は人間の命を自らと糧とするため、人々の欲望を不思議な力で叶え惑わし、そのご利益にあやかろうとするものを吸収する。また欲深くないものの前には少女の姿で現れ、人の善意につけ入って欺き、壁画の中に引きずり込むのだ。ああ、なるほどね。欲がなかったってことか。でもオーブ欲しいっていう欲はあるけどな。少女の姿？それってメルちゃんのこと？つまり俺らはまんまと罠にはめられたってことか。カミューも良くないの？チョメ行きましょう。早くこっから出なきゃ。私はね、欲の塊です。いや、人間って欲はあると思うよ。欲がない人間ってすごいな、ほんと。じゃあ先に向かいましょうか。なんだこの割れ目は。チョメ様、これは一体？この裂け目、もしかして外の壁画についていた傷じゃないでしょうか。あ、こっから出れるってこと？まあ実際戻れたけどね。きっとそうに違いないわ。だったらこっから外に出られるかも。あ、ちょっとセーブしに出たけど、普通に出られたけどね。考えていても仕方ねえ。さあ行くぜ。あー、宝箱とか回収してないわ。なんか学校の階段を思い出すな。最後にプールに出るんだよね。ローとマルティナは仲良しだね。チョメだけ残された。やばいぞ、大丈夫か。あ、大丈夫だった。あ、あそこの割れ目か。じゃあ傷つけまくろうや、ここで。上の方に。そしたら出入り口がいっぱいできるんじゃない？あ、いたたたた。全員無事かしら？ええ、なんとか。どうやって戻ってこられたみたいね。どうやらか。この壁画の恐ろしい真相を早く皆さんに知らせなくては。チョメ様、村に戻りましょう。信じてもらえんと思うよ。独り占めしたいからって言って嘘ついとると思われるよ。見て、あそこ。あ。ふーむ、壁画の噂を耳にし、旅のついでに立ち寄ってはみたが、お嬢ちゃん、それは本当なのかの？嘘じゃないよ、おじいちゃん。あの壁画を見たら私の病気すぐに治っちゃったんだ。壁画のご利益でおじいちゃんも絶対元気になれるよ。ほうほう、なるほど。こりゃ行ってみるしかないの。ありがとうよ、お嬢ちゃん。あら、それで元気になるのはあのおじいちゃんじゃなくてお腹を満たした壁画の方じゃないかしら。嘘、どうしてここに？私の可愛い食事たちが取り逃したというの？あなたが言葉巧みに人々を誘導して皆さんを壁画に閉じ込めていたんですね。お願いします。もうこんなことはやめて、壁画の中に囚われている皆さんを解放してください。あんたの正体はもうバレてんのよ。おとなしく降参しなさい。うわ、怖い。あは、あはは、はは、かか、かかかか、かかかかか、あ、正体表したな。せっかく捕らえた獲物を解放しろだと？調子に乗るではないぞ、たかが、塗料不正が。この素晴らしき力は、愛しきあの方よりいただいたもの。人間ごときに指図される覚えはないわ。
不服があるなら我が世界に来るがいい。今度はわらは自ら歓迎し、きれいに丸飲みにしてやろう。待て、あの方とは一体。かかかかかか。やっぱまた壁画に行く感じなんだな。みんな壁画に向かいましょう。これ以上あいつの好きにさせてたまるもんですか。じゃあ戻りましょうかね。ちょめです。めちゃめちゃでかい鷹。ギガミミックだったわ。なにこれ、ギガ人食い箱が現れた。大丈夫、一応みんなガンガンにしてるけど、ローだけちょっと癒しの雨にしようとか。まあ、か、あ、ザキはやめて、やめて、あー、オープンない、怖い怖い。はあ、なんで一戦好きやってんの。127。ギガ人食い箱を倒しました。普通に倒したから、ちょっと戦闘は途中でカットしてますね。行こう行こう。こんな感じですね。ドロップなんだろうね。お、レア箱。妖精の首飾りを袋に入れた。やったぜ。でかかったわ。どこからともなく不気味な声が響いてくる。かかか、よくぞ来た。身の程知らずの塗料どもよ。塗料っていうのは色のあれだね。もし無事に我が元へたどり着けるなら、その時こそわらは自ら貴様らを丸飲みにしてくれようぞ。かか、かかかか。あ、ここで開くって感じか。なるほど。じゃあ行こう。新マップや。何こいつ。すごいね、これ。あ、これもライバルズでおったな。スキルブーストしたら出せるようになるんだよね。コストが10以上だった気がする。で、私の予想、ヘルバウムじゃね？ここ。多分。ローズバトラーかヘルバウム。なんか同じかな。名前が多分。どっちに行く？うわぁ！危ない危ない。こっちに行ってみるか。宝箱があった。小さなメダルを手に入れた。誰がこんなところに入れてるんだろうね、メダル。よし。どんどん行くよ。さすがにマップは収録した方がええやろ。ここのさ、マップもカットしたらもうボス、一気にボスになっちゃうからね。こっちなんか正規ルートっぽいな。こっち行くか。宝箱を回収したい。合ってた。なんか虹のやつが出てるからね。精霊石か。今高くなってんのかな、ドラクエ10。昔はなんか柱のやつとかがさ、試練のもんで落とすからね。すごい安かったんだよね。あ、宝箱だ。左のやつも取っとこうね。プラチナトレイを手に入れた。この辺とかも千夜に装備させとこうかな。いやー、いいね、戦闘がないっていうのは。サクサクいく。まだ続くね、結構。もうちょっとでつかは、あ、何これ、何が落ちてんだろう、これ。夜の帳か。そろそろボスじゃない？まだ？ HP は？大丈夫だね。お、着いたよ。さあ、ヘルバウムか。あ、関係ないんかな、ツタやから。追い詰められたわよ。追い詰めた？だと、カカカが何を勘違いしているのやら。わざわざ餌の方からディナーの皿へ乗りに来ただけだというのに、カカ、本当におバカな子供のよう。さあ、正体が見れますよ、これで。いや、本当に壁画なんだ。わらわは美と芸術の化身。メルトは、その真の姿を貴様らのマナコに焼き付けるがいい。は、あ、こいつか。なるほど。ピサロのカードやん、これ。マイナス2、マイナス2でヒーローカードがおるときにやるやつか。やっと元凶のお出ましで、人を騙して絵の中に引き込む。丸飲みして吸収する糞。やっぱり悪趣味よ、あんた。で、でもどうしてこんなことを。カカカカ、人間などわらわを彩るための塗料に過ぎぬ。美の一部となれる奇跡にむしろ感謝すべきであろう。あ、でもメルトワじゃないな、あれは。ああ、あの偏り賜った次元を超え、人間どもを吸収する力。その、なんと素晴らしいことか。わらわはこの力を使い、いつの時代も、浅ましき欲望に抗えぬ愚かな人間どもを救ってやっているのだそう。わらわという至高の芸術を彩れること。
これぞ壁画が与えらし誠の幸福と知るがよい。来ます、チョメ様、お気をつけて。よーし、今日よし戦闘や、頑張るぞ。茨もあるのかな。メルトワが現れた。はい、まずはシルビアはですね、バイシオンをします、チョメに。でローは癒しの雨、これはもう決まってます。それやるの、一戦好きやるの、マルディナ。あー、か、吸収してくるってことね。振り払った、渾身斬り113。バイシオン遅いね。シルビアはハッスルダンスも使えるからね。一応癒しの雨が降り注ぐ。これいいでしょう。で作戦で作戦替え、ローはバッチリにして、シルビアはまた呪文バイシオンでチョメ上げときます。デコピンすっごい食らうな。いや、それダメだよマルティナちゃん。マルティナもなんか決めようかな、ベホイム。じゃあこんな感じでやっていきますね。当たった。賠償意味ないな、これだったら。ヒップアタック、ベロニカが倒しました。メルトワをやっつけた。これカットしてもせんでもええかな。チョメはレベル29に上がった。結構サクサク倒せちゃった。まあレベル上げすぎちゃったかな。イオラの呪文を覚えた。特技封じとかありましたね。あとなんか吸収みたいな感じ。ベホマラーも覚えた。シルビアハッスルダンスを覚えたけど使い道がないな。バギマ、セーギャ、セーギャも使ってないな。はい、こんな感じです。後で振ります。バカな貴様ら、一体お己だが、まだ終わらぬ。我が造物主たるあのお方が、偉大なるウルノーガ様が現れる限りは。ウルノーガの名前が出たぞ。ウルノーガじゃと、かか、ウルノーガ様の世が実現すれば、いずれわらわも再び蘇るってこと。待ちなさい、あなたはウルノーガを知っているの。かかか、貴様らに壁画の呪いあれ。ウルノーガ様、どうか祝願を、永遠なる命の力をその手に。クハー、こっから出れるか。もうここ来れないのかな。まだ敵と戦ってないんだけど。お、鍵手に入った。魔法の鍵かなこれ。これで扉開けれるようになるか。まさかここでウルノーガの名前を聞くことになるとは。奴はかつてとある王国の宰相に取り付き、その国を滅ぼしたというが、プアチャット遺跡の文明がそうであったか。永遠なる命の力と言ってましたね。それこそがウルノーガの狙い。奴ら一体何を企んでいるの。これは魔法の鍵か。これを使えば今まで開けられなかった扉も開けられるようになるじゃろう。チョメは魔法の鍵を手に入れた。鍵のかかった赤い扉を開けられるようになった。覚えてないよ、どこに何があったか。予想外の収穫もあったし、上出来と言うべきか。それにまずはここから脱出せねばな。では行くとするかの、チョメ。宝箱は裏で回収しとこう。ちょっと探してね。グレーグの滅ぼされたところ、なんか地下にあったような気がする。新しい称号、ゴールド稼ぎのプロ。この戦闘と関係なかったね。よし、戻ったよ。まあ、ところどころ魔法の鍵であったよな。あ、みんな戻ってきた？よかったね。手前の人たちは何だろう。やれやれ、ひとまず一件落着ってとこか。なんだなんだ、いきなり祠から人が溢れてきたが。ってなんだこりゃ。
あー滅ぼしちゃったからね。なんかチョメたちが最悪なことしたみたいだな。あんたたち壁画の絵をどうしまったんですか。お客さんが来なくなったら大丈夫かな、この宿屋の主人は。笑ってる。助かった、助かったんだ。元の世界に戻ってこれた。ははは、ざまあみろ、壁画め。元の世界、壁画、一体何があったんです。話しても信じてもらえるかな。なんだってこの壁画がそんな恐ろしいこと。いや、なんとお礼を言えばいいのやら。さぞお疲れでしょう。せめてうちの宿に泊まっていってください。またか。じゃあ泊まろっか。いやー面白かった。オーブはなかったけど魔法の鍵が手に入ったね。南の動物って何なんだろうね。おはようございます。では行ってらっしゃいませ。あー忙しい忙しい。おや、チョメさんもうご出発ですか。絵がなくなったのに忙しいの。いやー、あなた方には感謝してますよ。おかげで村は大助かり。新しい商売も始められそうです。あ、それならよかったけど。幸福を招く壁画ってのはもう古い。これからは人々を閉じ込めた呪いの壁画。これですよ。刺激的な売り文句でしょ。でも見せれるものがないじゃん。おっと、こうしちゃいられない。岩鍋して作った壁画の複製、旅人たちに売り込んでいかなきゃ。商売人やな。やれやれ、あんな事件があったというのにこの村は変わらずたくましいの。わしらもこの活気に負けず先へ進まねばな。魔法の鍵により新たな道も開かれよう。それに今回の件で確信も得られた。この地で起きた悲劇と今のデルカダールはよう似ておる。あの国にウルノーガの魔種が伸びているのは間違いないじゃろう。そういえばネルセンの宿屋の近くにあるバンデルフォン王国、あ、そうそう、あったよね。あの滅ぼされたところだよね。お父様、グレイグの育ったところでしょ。行きましょうチョメ。永遠の命の力、何かはわからないけどウルノーガの野望は私たちで止めなくては。あ、新しい称号、壁画世界の解放者ですね。こんにちは、チョメです。プラチャオ村から南に洞窟があるんだよね。これって何なんだろう。これはまだ関係ないのか。あら、あなた、なかなかイカスワで、アパプハプ。チョメはパフパフしてもらった。あ、魅力が怖かったよ、ここのパフパフは。キラーアンブレラ、雨の日に南の方に行ったらいました。ちょっと戦ってみましょう。パラソルだね。はーい、強いですね。泣き払い。こんな感じでクエストをクリアしました。じゃあ報告行ってきます。裏で行こっかな。これはこういうところにいましたよ。